コーヒー塾塾長のトメです。今回なんですけれども、こちら丸山コーヒーさんから出されている2020年エルサルバドル COE1 位のコーヒー豆を買ってみました。 COE って何？ COE っていうのは、国際品評会のことやね。 COE っていうのが略やねんけど、カップオブエクセレンスっていう大会というか品評会があって、そこで国で一番美味しいコーヒーが決められるねん。まあ大会やと思ってもらったらいいかな。あ、ただそれはなんか、はい、コーヒーを入れる大会とかとは全く別で、コーヒー豆の品質だけに特化した大会っていうイメージ。ああ、なるほどね、うん、農園の大会みたいな感じやな。そうそう、だから農園ごとにエントリーして、でそこで落札価格がついて、まあ、世界中からいろんな会社がオークションで高い値段で落札するっていうシステムになってる大会かな。まあ、その中で2020年で1位になってるコーヒーですね。こういう品評会ではコーヒー豆に点数がつくんですけど、2020年のエルサルバドルの1位の点数は 90.31、まあ、これはなんか世界各国からいろんなカッパーさんって言われるコーヒーの味を評価するプロの方たちが世界中から選ばれてその品評会に行きます。その 90.31 って結構高い？まあ、90点超えたら、まあ、大体上位に入るよね。スペシャリティコーヒーって言われてるのってさ、大体どれぐらいからがスペシャリティコーヒー？あー、いや、スペシャルティーコーヒーの定義的にはカッピング点数では定義はないねん。あ、そうなんや。何点以上がスペシャルティーコーヒーっていうのはなくって、うん、俺の中のイメージでスペシャルティーコーヒーはだいたい83点とか84点とかそれぐらいかなって思う。ただ多分その基準って全国にいろんなスペシャルティーコーヒー屋さんがあるやんか、うん、その全国のスペシャルティーコーヒー屋さんからしたら84点のコーヒーって結構ハイレベルな感じかな。あ、そうなんや。意外とやっぱスペシャルティーコーヒーって言っても、まあ、81点とか80点とかのコーヒー扱ってるところって結構ザラにあったりする、ね。まあ、その評価の基準で甘さとか酸味とかフレーバーとかいろんな基準があんねんけど、全体的にハイレベルな味わいっていうのは大体83点とか84点ぐらいからかなと思ってるんですよね。81点とか82点のコーヒーっていうのは何かしらやっぱちょっと気になる点が出てくるかなっていう印象かな。まあ、その中でこれは90点超えてるんですよね。結構高いよ。めちゃめちゃ高い。都市によっては本当に90点超えない都市もあったりするので、あ、じゃあ結構いい方の。そうそうそう、めちゃめちゃいい方のやつです。まあ、そんなコーヒー豆をね、今日はハンドドリップで贅沢に入れてみようと思います。では行きましょう。はい、ではまず豆面からちょっと見ていきましょう。一応品種がパカマラ種で、製法はナチュラルアナエロビックファーメンテーションプロセスっていう。あ、聞いたことあるな。そう、何回か説明してるんですけど。え、でもその品種なん、もう一回言って、なんて。パカマラ。パカマラ種。うん、パカマラってこれ見てください、大きいでしょ。そう言われてみれば確かに。ちょっと大きいのがこのパカマラの特徴で、まあ、結構中米とかでこのパカマラに注目されてて、味にこだわって育てられてる農園とかでは結構使われてる品種になりますね。ただ最近の国際品評会で1位になるコーヒーとかってもうほとんど芸者種って言われる品種なんですよね。ただその中でこのパカマラが1位になってきたっていうのはね、まだまだパカマラのこの良さっていうのも消えてないのかなと思います。まあ意外と浅入りじゃないっすね。結構品評会とかで出されてるコーヒー豆って極端に浅入りにしてるやつ多いんですよね。まあその特徴のあるフレーバーを最大限に引き出すために浅入りにしてるんですけど、これもハイローストぐらいかなと思います。で、まあこういうね、めちゃめちゃいいコーヒーって最近粗挽きで入れることが流行ってるというか、まあそれが美味しいとされてきてるんですけど、今日はあえて僕のいつも入れてる入れ方、まあ中細挽きに引いて入れるんですけど、まあその入れ方でちょっと入れてみようかなと思います。まあやっぱ自分の一番入れ慣れてる入れ方で入れるのがね、一番美味しいかなと思いますんで、今日はそれで入れてみようと思います。ということで引き終わったんですけど、めちゃめちゃええ匂いしますね。はい、来た。これ毎回じゃない？あ、前もあったな、なんかええコーヒー豆引いた時ハエが来るんですよ。ハエも好きな匂いない。そう、それこそこのナチュラルアナエロビックファーメンテーションプロセスっていう発酵させてるプロセスなんですよね。はいはいはい。発酵種にハエ寄ってきてんじゃない？あ、でもほんまにそれありえるよな。多分そう、そうやと思う。でもね、
めちゃめちゃフルーティー。なんかに例えてくださいって言われたら難しいです。コーヒーの香りは確かにコーヒーの香りです。でもありえんぐらいフルーティーな香りがしてますね。ちなみに丸山コーヒーさんのサイトで見た時にこのコーヒー豆の持ってるフレーバーが書かれてるんですけど、カカオニブなんですかっていう話ですけどカカオニブってカカオニブってほんま聞かない。カカオチョコレートってこと？ちょっとわかんないですけど、これはまあオレンジとかピーチとかパパイヤ、バニラ、ベルガモット、なんかめちゃめちゃ高そうなコーヒーやなって印象ですよね。これ 40g 一応入ってたんですけど、 40g で5400円。え？ 40g やんな。 40g でカルディのやつでいつも 200g やんな、入ってんの。それぐらい、何倍だかな、400円、500円とか。マジで高すぎやろ。で、これ、まあ、約 18g 入れてます。だから2500円ぐらいです、これで。え、じゃあもうないやん。もうないよ入れる前に一応実は1回飲んでるんですよ。どんな味するんかなと思って飲んだんですけど、めちゃめちゃうまくって。マジで？まあだから2杯から約3杯分ぐらいで5400円っていう感じですね。失敗は許されないまあ落札価格がねもう高すぎるんで、そもそも、まあ、実は落札価格ってね、国際品評会のその COE って言われる品評会では落札価格が実はネットで調べていただいたら出てるんですよね。まあそれは生豆の買い付ける時の価格なんで、まあ、そっから人件費が出たりとか焙煎したりとかしてまあ変わってくるんですけど、生豆の価格の時点でやばいですよ。生豆の買い付けの時の価格で1ポンド 80.1 ドルっていう感じです。よし、ちょっとこっから僕喋らないんで、今日は集中して。今日は集中します。よく失敗するんですよ、喋りながらって実は取る前に1回入れてて、それ入れた時ちょっと失敗してるんですよね。ちょっと分量多すぎて、今回はちょっと失敗しないように頑張ります。はい、では今日のレシピは中細挽きで挽いたコーヒー豆 18g を出来上がりの量が 200g で終えたいと思います。はい、あ、めっちゃいい香り。なし30秒ね。お、めっちゃ膨らんできた、うん、袋の裏にもね、焙煎日が書かれてるんですよね。鮮度にもこだわられてるんじゃないですかね。出来上がりが1分40秒から1分45秒ぐらいに収めたいな。ちょっと待って、少なめでいくわ。やっぱり色が薄い、ごめんなさい。 10g 少なめでいきました。 190g で止めました。それはなんでなん？いや、なんか缶です。缶200やったらちょっと多い気がした。いつも200なんですけど、色がなんかちょっと薄い気がしたんで。なるほどどうした？失敗したかもしれん。マジで？なんでよ。いや、いつも通りのレシピでいこうと思ったんですけど、入れてみると意外と色薄かったんで、浅入りのレシピでやったらよかった。ああ、そういうこと。ちょっと分量少なめにしたらよかったかなと思って、途中で気づいてちょっと 10g 少なくしたんですけど、 20g ぐらい少なくした方がよかったかな。ああ、なるほどね。濃くなもんでさ、やっぱさ、美味しいコーヒーであればあるほど浅入りやったりするやんか。浅入りになったらグラムあたりの出来上がりの量ってちょっと減らした方が美味しい。あ、そうなんや。だから高ければ高いコーヒーであるほど実は出来上がりの分量が少なくなっちゃうって。マジで？うん、でもこれで2000円ぐらいでやばまあでも美味しいのは美味しいと思うから、薄くなってないことだけ願うかな。じゃあいただきましょう。いただきます。香りすげー。美味しいわ。あ、よかった、よかった。めっちゃ薄くない、薄くない。うん、全然。おお、うめえ。うまっ。なんかめっちゃフルーティー。うん、ちょっと待って、これ俺前入れたのと全然違うわ。やっぱぶっちゃけ言うと美味しかったけど、いつものレシピで入れちゃったからちょっと薄なっちゃってた。美味しかったけどね。うんうんうん、今日のすげえわこれ。うん、キューッドーン。いや、俺はなんかちょっと口の中で転がしてみたわけよ。はいはい。その時に舌先じゃなくて舌のちょっと奥のところに当たった瞬間に、なんかほんまにフルーツの酸味を本当に感じた。
ょっと俺よりいいコメント言うのやめてもらっていいですか。キューンダーン言ってたんだよ。いやほんまにでもそれがこの初心者でも分かるぐらい下の奥のところで、うん、うんうんうん分かる、下下げたいのでちょっと奥、うん、でこの飲み込んでいくときに雑味が全くないんで、うん、引っかからない。うん分かる、すっきりした感じ、うん、なんかほんまにジュース飲んでるみたいにキッて入ってる。うん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 、いや美味しいなこれは。あのさっきのネットに書いてたフレーバーには書いてなかったんやけど、メロンみたいなんですね、メロンの甘さ。あーしかも普通のメロンじゃない、はいはいはい、オレンジのやつですよ、夕張メロンの。なるほど、そんな甘さがあるんですよ。確かにでも甘さはあるわ。この酸味やったら酸味苦手な人もいけるかも。いやいけるでしょこれ、うん、いやこれまずいって言われたらちょっとショックやな。確かにな、一杯2000円ちょっとのコーヒーをまずいって言われたらちょっとやばいよね。俺ちょっとへこむわ1週間ぐらい。確かにな。いやでもこれ1回飲んでみる価値はあるよね。うん、もう1杯入れてちょっとこれ、まあ、ないっすね。もうえ俺こんだけやねんけど。ちょっとそれひどない。いやちゃうやん、その動画用のカップやからこれちょっと多めに入れとかないと。これやばいな。でもめっちゃ美味しいわ。え、ちょっとフレーバー読んでみよう。カカオニブ、カカオニブって結局何やった？カカオ豆を焙煎し細かく砕いたもの。ああカカオっぽい感じ、まああるか。オレンジ、ピーチ、パパイヤ。パパイヤある。あパパイヤ強い。ピーチもあるで。ピーチもあるね。うん、ピーチの酸味は感じた。バニラ、うん、バニラは正直あんまり感じにかったかな。ベルガモット、なんとなく分かりますね、その高級感ある感じのブローラルな感じもあったんで。俺が一番感じたのはさっき言ったここに書かれてないですけど、メロン。ああはいはいはい、はい、パパイヤとピーチかな。あーなんかジューシーな感じやな、うん、そういうと俺も桃感がすごいかったから。うんうん、うまい。 40g しか入ってないからねこれ。まあまあまあ、これあのちょっとプライベートで買わせてもらうわ。これはねオンラインショップに売ってるの。あちょっと言ってなかったことが一個あんねんけど、すいません、7月末で販売終了してました。マジで？すいません、いやもう取っちゃおうかなと思って。ちょっと待ってや、販売終了してたけどさすがに何千円するコーヒーを手に入れて紹介せずには入れなかったんですよね。すいません、販売が7月末で終了してて、もしかしたら店舗に行ったらあるかもしれない。大阪ある？大阪はないっす。おいおい、マジか。大阪はないので東京行ってください。いや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 。軽井沢とかね、あ本店が軽井沢にあるんで皆さんね、お近くの方はぜひ行ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、すいません、ここまで見ていただいたのに販売してないんかいっていう感じで終わっちゃうんですけれども、まあ、また次回このカップオブエクセレンスとか品評会コーヒーをね紹介するときは必ず販売してるもののみを紹介させていただこうと思います。いやほんまやで、すいません。まあ丸山コーヒーさん、品評会コーヒーたくさん仕入れられてるので、他にもね毎年かな、いろんな国の国際品評会で1位になったコーヒー豆を買われてるので、他も試してみても面白いかなと思います。はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。